大崎事件の4回目の再審請求で、今月5日、福岡高裁宮崎支部は再審を認めず、これを受けて弁護側は最高裁に特別抗告しました。おととい、鹿児島市で会見を開いた弁護側は、特別抗告の理由を明らかにしました。今月15日、原口アヤ子さんは96歳の誕生日を迎えました。今回の高裁の決定は最高裁で絶対取り消されなければならない。だから本当にそれまでは頑張って元気でいてほしいというもうこの思いに尽きるので。1979年、大崎町の牛小屋で中村邦夫さんの遺体が見つかった大崎事件では、殺人罪などで服役した原口アヤ子さんが裁判のやり直しを求めています。4回目となる再審請求で弁護側は、中村さんが自転車事故で死亡した可能性を示す新証拠を提出していますが、今月5日、福岡高裁宮崎支部は共犯者の自白などにより確定判決の窒息死の認定は維持されるなどとして再審を認めない決定を出しました。高裁の決定を不服として弁護側は最高裁に特別抗告し、おととい鹿児島市で会見を開きました。新旧前証拠の総合評価に行かなければならない、それをしなくていいと言ってやらなかったと、明らかな、誰が見てもはっきりした判例違反がある。論理から言ったら特別抗告を最高裁は認めざるを得ないんではないかというふうに思っております。